うえい。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。殺せ。政子殿はどこだ。調べるか。争いの後だ。何者かが押し入ったか。なんとむごい。窓から子供を逃がそうとしたようだ。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。荒らされているが、争った様子はない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。急兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死んで数日。 you
マサコ殿、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。さら、親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。
酒井様、お達者のようで。お目にかかれるなんて。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。きっとあなた様をお守りしてくれます。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。政子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の看護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに
神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。宗兵衛様、飯はどこでいただけば。知らぬ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめておる。食事への癒し。宗兵衛、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。ルミンどもめ、手間を取らせよって。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。誰にも見られておらんな。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。こっちだ。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。撃ってこい。Don't!
来い。草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。
私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいればこのようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いい子だ、空。